この日は突然のツナ、あの突然食べたくなりません、ツナって。でこのねブイヤベースのスープがめっちゃ美味しくて結構な頻度で食べてます。はい、じゃあちなみに今日のご飯を紹介します。今日は、マルサラさんのこういったちょっと小さい容器に入ったおかずがあって、でおにぎりがあって、めっちゃ欲しいから、このおにぎり、イワシの削り節梅干しいぶりがっこ大葉のおにぎり、これ大好きです、いつも食べます。であといちごフルーツもねって感じです。いただきます。食べるときは野菜から食べますよ。血糖値が急に上がったり下がったりがあなたは激しいですって言われたので、しっかり野菜から食べます。うん、おいしい。かぶ、うん、おいしい。これね、ホタテの磯辺揚げはめっちゃ美味しいの、大好き。うん、ミミです。いちご、この時期いちごか。そんなことでもね、いちごはお尻から。うん、お尻から派。うん、お尻から派の方が甘くなるから、はい。とか言いながら一口で食べちゃった。うん、うん、ん、カフェ、このねカフェは山形にある錦さんっていうカフェで、ご飯っていうよりかこういうパンケーキだったりとか、本当にランチというよりかはカフェみたいな感じで使えるところで、これはねグラタンが上に乗ってるみたいなパンケーキと、お母さんとお姉ちゃんと3人でシェアして食べたのと、あと飲み物が抹茶ラテ、めっちゃ美味しかったです。続いてそば、これは山形、これもゴールデンウィークに帰った時に食べたんですけど、この山形のおそば初めて行ったんですけど、吉峰さんっていうところで、山形県の大石田っていうところにあるおそば屋さんで、大石田ってこうそばがあって、こう周りにこう小鉢みたいな、こう細かいこうおかずだったりとかつまみみたいなものがこうチュン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 ってこうある、普通のそばのスタイルとはまたちょっと違う特徴があるみたいで、で大石田のそば食べてみたいってなって、家族でドライブして行って、それで入って、めっちゃ美味しかったです。おそば小麦基本入ってるんですけど、ちょっと小麦控えてるので10割のそばがいいって言って、でここも10割のおそばで、定置するところとかも見れたりとかして、結構なんかこう田舎そばっていう感じで、すごく歯ごたえがあって打ち立てで美味しかったです。バーベキュー、実家にあのゴールデンウィークで帰ったんですけど、その時にお家のお庭でバーベキューしたんですけど、もう小学生ぶりとかですごい久々にやったんですけど、あの自分でこう串作ったりとかして、結構創作系で家族でやりました。野菜もいっぱい食べたいっていう要望を伝え、まあ、野菜もいっぱいあったりとか、あとニンニクのねオイル焼きみたいなものを作ったりとか、一人はねなんかすっごい美味しくできました。すっごい美味しくできて、結構あお家でもこんななんか贅沢にバーベキューできるやんと思って、すごい楽しかったです。この日はこれはアヒージョですね。はい、これはブロッコリーとエビとホタテと、あとニンニク、あと海鮮系、冷凍の海鮮系とかも入れていっぱい食べましたね。この日は
1日バーベキューしてました。朝起きて昼ぐらいから始めて、でも日暮れるまでずっと食べてました。続いてで、これがおにぎりね。このおにぎりもよく撮影の朝に買ってきていただくんですけれども、いつもは結構昆布だったりとか明太子が大好きで、だいたい冒険しないんですけど、この日は突然のツナを食べた日でした。なんか突然食べたくなりません？ツナって。みんなすごい頷いてくれてるんですけど、ツナ突然食べたくなるので、すっごいたまにツナを選びます。でもだいたいいつも昆布だったりとか明太子、たらこが多いかな。撮影の日は1個の日もあれば、ごめんなさい、2個いっちゃう日もあります。はい、これは現場でよくいただくデコ弁っていうお弁当屋さんのお弁当で、もう昔からあるお弁当で、いつもこれが出るとテンション上がるんですけど、まあ、おかずがあって、あと太巻きがあって、太巻き切れぐらいあって、いつもだいたいもうペロリと食べちゃいますね。中はまあコロッケだったりとか鶏肉、ささみとかジュレとか、なんかお野菜とお魚とバランスよく入ってる感じです。どんなお弁当が好き？お野菜とお魚が美味しいお弁当が好きで、雑誌の撮影だと本当に美味しいお弁当用意してもらえるので、結構夜の分も持ち帰って、なんか昼と同じお弁当夜も食べちゃうみたいなこととか結構あります。で、続きまして、このカレー、ミールスっていうインドのお料理で、湘南の方にあるお店でこれをいただいたんですけど、なぜここに行こうかと思ったかというと、それぞれの体質に合わせたこうカレーが選べるっていうシステムがあって、最近ちょっとアーユルヴェーダとかも興味があったので行ったんですけど、最初なんかこうチェックシートみたいなのをつけるんですよ、自分の体質の。私の体質はバータとピッタ、あとカパもあるんですけど、この3つに大体分かれるらしいんですけど、私はバータとピッタの数がどっちも一緒だったので、バータとピッタに合わせたあのカレーにしましょうってなって、でこれがその2つの体質に合わせたカレーなんですけど、せんべいみたいなあるじゃないですか、せんべいみたいなのがめっちゃ美味しかった。そう、せんべいをちょっとカレーにかけたりとか、まあそのまま食べてもいいんですけど、なんか全然重くなくて、豆のせんべいって言ってました。ちょっとだけこう豆の風味がして、横に添えてある副菜みたいなやつをちょっとカレーに混ぜたりとかして食べれるみたいで、すごく健康的で全く罪悪感もなく美味しく満腹になれるランチでした。一人でもご飯食べに行ったり、しますね。最近できるようになりました。近所にちょうどそうね、カレー屋さんがあって、そこによく一人で行きます。行く一人厳しいな。カレーだったりとか定食系とかは黙々と一人で食べるんですけど、焼肉とかラーメンとかちょっと恥ずかしいかな。続いて、友達ん家なんですよ。タコス食べたいねってなって自分たちで作りました。このね、サルサソースはトマトと青唐辛子と玉ねぎと、あとライムで細かく刻んで作って、でワカモレはライム、玉ねぎ、アボカドをまあ細かくしてバーって混ぜて、ちょっとブラックペッパー入れました。でこのコーンが缶のコーンとマヨネーズと粉チーズで、ちょっとこうチーズ風味にして、本当はホワイトソースで やるって書いてあったんですけど、ちょっとめんどくさかったのでマヨネーズにして、そのタコスがちょっとマイルドな味になるようにこれも作りました。このね、ソーセージは無添加で体に優しいソーセージで、すごい美味しかったです。これもそうで、あとは鶏肉グリルして、あとはサラダです。あ、でこのね、ブイヤベースのスープがめっちゃ美味しくて、これも化学調味料とか使われてなくて、すごく体にはまあ優しいスープで、これは温めてそのままできるんですよ。
海鮮をオリーブオイルで焼いてからもうできてあるやつなんですけど入れて、これがもう美味しすぎて本当に大好きで結構な頻度で食べてます。湘南の鈴木屋っていうスーパーにしか売ってないんですよ。いつも湘南の方に行くとその鈴木屋寄って海鮮とそのブイヤベースのあれを買って家で冷凍して保管してます。はい、ワンちゃんは友達のお家のワンちゃんでケムシくんって言います。私の友達です。めっちゃ可愛いんです。で顎を乗せてね、甘えてね、アピールしてくるんですよ。なのでこの日はブロッコリーをあげました。あとこのおかゆ、おかゆは最近朝食べるようにしてるんですけど、通ってる針の先生がおかゆの本を出してて、私のこう体質を見てくれた時にどういうおかゆを食べるといいよっていうのを教えてくれて、その本を見ながら自分の体質に合ったおかゆを選んで食べるようにしてます。まあ、この動画を撮ってる時は春なので、春の季節に合ったおかゆをこの日は選んで食べました。ほうれん草と舞茸ですね。なんかちょっとレシピにはなかったんですけど、私結構味濃いめが好きなのでちょっとごま油足して食べました。はい、そんな感じですね。